おい、お前さ、バカだなこの、スター応援チャンネルって多分ちょっと当たおかなんジルちゃん、KKK 一滴、発散にはちょうどいい。お前、アホちゃう ?KKK って何これね、皆さん知らない人もいると思うんで、言いますよ。KKK じゃないから。僕もね、昔ね、またこういうこと言うと炎上しそうだな。やめよ。ダメ。言えと。 はい。じゃあ、も、ま、う、あ、言いますけど、昔ね、一回だけね、先輩に連れてってもらったことあるんですけど、なんかこう、FKK っていうね、サウナみたいなのがあるんですよ。ヨーロッパに。で、そこではですね、金髪のですね、ギャルがですね、全ヨーロッパ中から来ててですね、まあ、こんなこと放送できんのかな放送できるかどうかわからんからあれなんですけど、もう、ポンポンポンなんですよ。何も来てないんですよ。本当に。で、そういう金髪の外人がいっぱい、 で、そこで、なんかサウナとかお風呂とかを入って、そこで、いわゆるこう、なんだろう、合法的な売春みたいな感じですよ。ユーロで女の子をあげて、部屋まで行くみたいなのが、FKK って言って、日本では到底考えられないようなものがあるんですよ。やばいんですよ、あれ。本当に。で、僕、初めて行った時、衝撃的で、すげえカルチャーショックを覚えました。またこういうこと言うとですね、叩かれそうなんでですね、もうやめようかなと思うんですけど、はい。ちなみに、今回の旅はそういうとこ行かないですからね。 別に僕そういうのあんま好きじゃないんで、お金の力でそういう風にするのってあんま好きじゃないんですよ。タイプ的に。そういうのは行かないです。行かないんですけど、そういうの本当にあるんですよ。世の中。僕はいかないです。ガーシーさんも FKK のこと言ってました。そうなんですかガーシーさんも言ってたんだ。なんかもうこういうね、AV 女優と賛否したとかなんかそういうことをね、言うとですね、すぐ叩かれてですね、お金持ちだと思ってまともだと思ってたのに見下しましたとか、イメージが変わりましたとか。お前さ、どんなイメージ持ってんの青汁王子に。 青汁王子にどんなイメージ持ってんのよって話なんですよ。それはも、ま、う、あ、春木海と一緒に写真撮って、キャッキャやったりしてましたよ、昔。何ジャニーズだと思ってるんですかえ、すいません。ちょっと言い過ぎました。申し訳ないです。あの、でも、僕芸能人でもタレントでも何でもないですからね。僕失うものないんで、か、勘弁してもらっていいですかねはい。あの、悪いイメージでいいんで、はい。お願いします。えー、切り抜きをご覧いただいてありがとうございます。チャンネル登録、お願いします。